はい、こんにちは。工作室 K の K と言います。ちょっと突然なんですが、しばらくプラモが作れない状態になってしまったんですね。それどころか普段の仕事もできなくなりました。というのは、仕事中に怪我をしてしまったんですね。状態としては、手首の骨を骨折してしまったんです。転倒した時に手をついてしまって、ポキリと言ってしまったんですね。もうね、もう痛いのなんのと、今ギブスしてるんですが、見ますか？こんな感じですね。指は多少動くんですが、動かすとまだ手首に響きますね。お医者さんの話だと、ギブスが取れるまで2ヶ月ぐらいはかかるらしいですね。そこから回復するまでどの程度かかるか、年内は仕事もプラモも絶望的なようです。ただ暇だけはいっぱいありますので、とりあえずサブチャンネルでも作ろうかと思います。そこで、少しだけおしゃべりでもできたらいいなと思っています。主にプラモの話なんかできたらいいですね。とりあえず考えているのは、怪我が治ったら作りたいと思っているスミプラを紹介したり、改造のアイデアをみんなから募集したり、そんな風にできたらいいなと思っています。そうすれば私も怪我が治った時の楽しみが増えるというものですよ。一応サブチャンネルの名前は工作室系トークにしています。いや、普通に工作室系でやればいいのかもしれないんですが、ここはラジオのように聞き流して、見ていただいている方もいらっしゃるようですし、分けた方がいいかなと思っています。そっちはそっちでゆるくやっていきますね。それでは今回は全く満足できませんが、今後生存報告がてらトークを上げていきたいと思っています。ではまた。